こんにちは、大峰です。今回は僕が普段使っている撮影機材やアプリに紹介をしていきます。YouTube に動画を配信していきたいっていう方には役に立つ情報もあると思うんで、ぜひ最後までご覧ください。では、紹介を始めていきます。まずは今僕を撮影しているこのカメラ、これはブラックマジックデザインから発売されているアーサミニ 4.6K を使っています。このカメラを使っている理由は単純に画質がいいっていうことだけじゃなくて、後々色を調整していく際に重要になってくるダイナミックレンジがものすごく広いってことと、収録形式にプロレスの他に DNG ローも使うことができるんで凝った編集がしやすいっていうことがあります。値段は60万円くらいで安いカメラではないんですけど、性能を考えればめちゃくちゃお買い得です。写真撮影の方ではキャノンの初代 5D を使ってます。発売されてからもう10年以上も経っている古いカメラですが、画素数は1200万画素以上もあるし、ローで撮影すれば今でも十分に使えて気に入っています。3つ目はレンズ、5D とアーサミニ 4.6K にはキャノンの 50mm とシグマの 24mm、 どちらも単焦点のものを使っています。シグマのレンズは画質はいいんだけどフリンジが強めに出る傾向があるんで、近いうちに新しいシステムにバージョンアップする予定です。4つ目は三脚、なるべく軽くて持ち運びしやすいスリックのものを使用しています。写真撮影用の三脚なんですけど、普段僕が受けている案件だとアーサミニをチルトやパンさせる必要がないんでこれで十分です。5つ目がマイク、シュアの MVLA っていうピンマイクで、 iPhone なんかのスマートフォンに接続して使用するタイプのマイクです。価格は安いんですけど、まあ下手なワイヤレスタイプよりも音質が良くて業務でもメインで使ってます。撮影の時にアーサミニの方で音声を収録するのと同時に、ピンマイクでも音声を収録しておいて、編集の時に映像と音を同期させて利用します。6つ目は簡単に本格的なドリー撮影ができてしまうエーデルクローンのウィング、先日購入したばかりだけど滑らかな映像を作るのに大活躍しています。映像に動きが欲しい場面や雰囲気を出したい時には積極的に使っていける便利なアイテムで、必須というものではないんだけど、映像のクオリティを上げたいと考えている人にはめちゃくちゃおすすめです。ここまではハードウェアの話ばかりしてきましたけど、ここからはアプリケーションの紹介に入っていきます。まずは今画面に映っているダヴィンチリゾルブスタジオです。ダヴィンチリゾルブは色を補正することに特化したアプリで、最近では編集機能や音の編集なんかもできるようになっている万能アプリです。僕が使っているのは優勝版であるダヴィンチリゾルブスタジオですが、制限付きにはなるけど無償で使えるダヴィンチリゾルブもあります。正直な話、これだけで一つの作品を作れるだけの機能は十分にあるんで、下手な編集用のアプリなんかを買うなら絶対にこっちがいいです。ここでは撮影したデータの簡単な編集と色味を補正してやるついでに XML も一緒に書き出して、次のプレミアプロにバトンタッチしてやります。で、その Adobe のプレミアプロが8つ目で、ここでタイムラインに並べたクリップの微調整をしつつ、9つ目のアフターエフェクツでアニメーションを作って合成したり、10個目のアフィニティデザイナーとフォトでグラフィック部分とか、サムネイル画像なんかの制作、そして最後に Adobe のオーディションで音声に混じったノイズや、無駄な雑音を除去したりなんかして終了です。いかがでしたでしょうか。ここまでの作業でいつもだいたい30時間から50時間はかかってるんですけど、こんな面倒なことをしてでも仕上がりが良かったりだとか、見てくれた方が喜んでくれたりすると僕も嬉しいんで、毎回試行錯誤して頑張ってます。最後まで見てくれてありがとうございました。もし気に入ってくれたらチャンネル登録と評価ボタン、それとコメントの方もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。